スペースがあるから前行っちゃおうかな。みんな元気ですか？私たち目覚ましライブはね、2年ぶりです。ありがとうございます。しかも久しぶりに来たらなんかステージの雰囲気も変わってたりして ね今日は前だけじゃなくて横にもね、たくさんみんないてくれてます。ありがとう。すごいですね。今日はまあ、お休みを利用して来てくれた人もいるだろうし、東京以外のところからね来てくれた人もたくさんいると思いますが、どうですか、夏休み楽しんでる？いいよね、夏休みにねこういうお台場遊びに来れるっていうのは ね楽しいよね。楽しいですよね、うん、もうみんなここは結構回ったりしたの？した？あんまり？もしかしてずっと並んでてくれたんですか？ありがとうございます。せっかくだからね、これ終わった後もまだまだいっぱいあるだろうし、うん、ご飯食べたりとかさ、いろんなね催し物で遊んでみたりとかね、うん、まあ、フジテレビのテレビの番組のコーナーもたくさんあると思うので、すぐそこにね、うん、ネプリーグも見えるしね。行きたい、ね、行きたいよね、うちらもね、行きたい、焦りたいよね。前に問題出てくれたらこうやっちゃう。うん、そうそう、なんかそういうのね、リアルに体験できるみたいなので、いいね、ぜひぜひ、うん、遊んで帰ってください。イエイ。まあ、なんか夏休みっていうこともあってか、すごく今日は年齢層が幅広いですね。で、ちっちゃい子から大人までたくさんいますけど、ね、ちょっとみんなで声出してみますか。OK、 じゃあ男子、女子、お母さんいるね。お母さんいる。お父さんはいるじゃないですか。ちっちゃい子いたいたいた。ありがとうございます。ちっちゃくない子もいましたね、若干ね。いましたいました。いいんですよ、ちっちゃい子のさ、分からんよね、どの辺までがちっちゃいかって。それはもうお母さんが判断していただいて。あ、なるほど。なんかちょっと風もね吹いてきていい感じなんで、もっともっとみんなで汗かいていきましょう。
じゃあ次は知ってる人も知らない人も一緒に歌ってみてください。サティスファクション。ありがとう。りなちゃん楽しいですね。楽しいですね。このライブ私お家でな、今日はこのバンドがやりましたとかいうニュースをずっと見てたんですよ、うん、だから明日は私たちの番やっていうのもテレビで見てて、うん、ほんまにテレビで見てたステージやと思ってすごい今楽しいんですが、はい、あのねさっき、うん、この会場に車で入ってくるときに、うん、美味しくなければお菓子じゃないという、うん、看板を見て、うん、楽しくなければライブじゃないなと思いました。うん、間違いないです、うんうん、今日初めてうちらのこと見てくれる人もすごい多いと思うんやけど、後ろの方までね、楽しみ方にルールはないので、好きなように体を動かして声を出して発散していってください。よろしくね。
言葉がやっと声になって